足利義則、足利義則、足利義則、妃は室町幕府の第六代将軍在職1428年から1441年。第三代将軍、足利義満の逸夫。母は側室の藤原慶子で、第四代将軍、足利義持の同母帝。僧侶時代は義援、義援、義援。原俗直後は義信と名乗った。 王英元年、1394年6月13日、足利義満の伊豆王として生まれた。陽名は春虎。王英10年、1403年6月、少年院に入室し、王英15年、1408年3月4日に、特度して、門跡となり義縁、義縁と名乗った。同じ日に、伊母帝の足利義継が十五一下に助釈されており、 義炎は、義満の後継者候補から外れた。王英20年、1413年頃には、受号宣言を受けている。英二26年、1419年11月に153代、天台雑誌となり、天台改略以来の逸材と呼ばれ将来を、植望されていた。その後一時代相乗も務めた。第五代将軍、足利義和は、将軍とは、名ばかりで、 実験は、父の足利義持が握っていたが、欧米32年、1425年に、義和が急死した後も、総体の義持が引き続き政治を行った。その義持も、欧米35年、1428年1月に、病を得るが、既得に陥っても後継者の指名を拒否した。そこで、美堀満載や官僚、畠山三井ら軍心たちが表記を開いた結果、 岩清水、八幡宮でくじ引きを行い、吉持の弟である、梶井門関義章、大覚寺門関、吉明、小国寺、古山英流、少林陰門後義員の中から、直将軍を選ぶことになった。1月17日、岩清水、八幡宮で、くじが引かれ、翌日の吉持死亡後に開封された。後継者に定まったのは義員だった。このことから彼は、 くじ引き将軍とも呼ばれる。結果は19日に諸大名によって義援に報告され、義援は幾度か辞退したが、諸大名が重ねて強く要請したため欧奪した。これを受けて、同日中に、少連院を退出して、浦松、日野義助邸に移った。この時、五小松上皇、昭皇天皇ともに、日野市教、友好の父で義子の王子に当たるを直子として、 義縁の相続を出したという。幕格は、権力の空白状態を埋めるべく、一日も早い将軍就任を望んだが、義縁は、元服前に出家したため俗人としてはいまだ子供の扱いであり、無意無感だった。さらに、発体の者が現属して、将軍となった先例もなく、武家転送のまでの工事と寄付さは、発体の者に官位を与えるのは罪人に官位を与えるようなものであると、 反対し、議援の髪が伸びて厳服が行えるようになってから、次第に承認させるべきと回答、苦行の大半も同意見だった。幕閣はこの意見に従い、議援の髪が生えるまで待つことにした。幕府は将軍の所状である故教書を発給させて、議援に政務を取らせようとしたが、これも朝廷の反対にあったために官僚下事情で代用することとなった。 3月12日に議員は減続して義信と名乗り、15位下左馬頭に除任された。4月14日には、14位に承認したが、将軍宣言はなかった。このため、鎌倉久保、足利持氏が将軍となるという流言が走り、京都に不穏な空気が流れた。同年の象徴元年、4月27日に開元7月6日、将校天皇が、 彦祈に陥った。吉信は密かに、伏見宮貞房親王の御子、彦祷を、伏見宮御所から京都に移し、五小松上皇に、後継者を決めるよう要請した。上皇が、彦祷を後継とする意向を伝えると、吉信は、彦祷祷が京都にいることを伝えた。この配慮に、上皇は喜び、2日の将校天皇崩御,御後に、彦祷祷は即位した、五花園天皇。 正徴2年1429年3月15日、吉信は吉則と改名して、三義この中将に登った上で、正意大将軍となった。改名の理由は、吉信、吉信が吉信に通じるという俗難、噂があり、不快ということだった。当初は、公家が協議して新たな名に、吉都市、吉都市を決定していたが、よく考えると、今日、 の字の方が優れているということで、追って、摂政二条持ち始め、持ち元二条家を通じて、これを訂正させたという経緯がある。ところが、影響元年、象徴二年より、開元十月十四日になって、五小松上皇が出家をしようとしたが、吉典は、事前の相談がなかったことに激怒して、一旦出家を断念することになった、満載事号日記。 最終的には2年後に吉則との合意の下で、上皇の出家が実現したものの、吉則は、五花松上皇とする不満を抱く、ことになり、っ帝、五花園天皇の位置づけをめぐって、五花松上皇と対立していた天皇の実父、貞房親王皇との関係構築に動き、翌年に行われた五花園天皇の大上階には、 五小松上皇の反発を承知の上で吉則は密かに、貞田ふ王を招待している。将軍就任を果たした吉則の目標は、兄、吉持の長い知性のうちに失墜した幕府権威の復興と将軍新請の復活であった。施策の手本は父、吉光に求めたと思われ、前述の将校天皇死後の皇位継承問題を手掛けたのもその一端であり、 ご花園の天皇の親族古今和歌集は、義則の思想によるもので、父、義光の思想による、新御州囲和歌集以来の直線和歌集であるが、結果として、現在に至るまで、最後の直線和歌集となった。ただし、前述の通り、時点の君であった、ご小松法王とは疎遠であり、天皇の実父である、佐田ふさ新皇及び、伏見宮家との関係を重視する方向へと、 転換させていくことになる。法王が法御後の、影響七年、1435年に、貞房親王が花の御所の義シを訪問すると、表では一親王に過ぎない貞房を対して、目上として振る舞っていた義シは中に入ると、一転して、親王を定石とし、以降は義シが貞房を訪問する定裁を取るようになる。これは、御花園の天皇の父は、 五小松法王であるとする法王の異常の意図に反するものであった。まず、三堀満載を政治顧問に、儀礼の形式や訴訟手続きなどを、吉光時代のものを復活させ、参加者の身分、家柄が固定化された表情集、引き付けに代わって、自らが主催して参加者を指名する、御前沙汰を協議機関とすること。 官僚を経由して行ってきた諸大名への指紋を将軍が直接指紋するなど官僚の権限抑制策を打ち出した。また官僚を諸無沙汰の場から排除する一方で増加する軍事指揮行動に対処するために軍勢催促や先行報奨においてはこれまでのおち書きと並行して官僚報奨を用いるようになった。また、義光と同様に自ら駿河国へ下校し、 富士山の遊覧を行っている。さらに、財政政策においても、吉持の代から中断していた、官豪貿易を再開させ、兵庫へ赴いて、県民船を視察するなど、幕府権力の強化に努めた。また、社事勢力への介入を積極的に行った。軍事力についても、将軍直轄の方向集の整備など、軍政改革を行って力を得る。 そして鎌倉久保、足利持氏が、象徴から影響に改善したにもかかわらず、象徴の年号を使い続け、また、鎌倉五山の住職を勝手に決定するなどの、戦王を口実とし、討伐を試みる。これは、関東官令上杉氏の反対に相断念するが、代わりに、大内森美に、九州政罰を命じた。森美は戦死したが後を継いだ老いの大内持与が、 山梨の手を借りて、渋川市や小西市、大友氏を撃破、復讐となった持ちよう、九州丹大都市、九州を支配下に置いた。もともと天台座司であった吉則は、元続後すぐに、弟の義将を天台座司に任じ、天台勢力の取り込みを図った。だが、永響五年、1433年7月19日に、延暦寺山とは、幕府の三門奉行、 い尾試たしや、光、厚り、院、優秀らに不正があったとして十二過剰からなる、弾劾訴訟を行った。満載や官僚細川持ちこれが、優和策を唱えたため、うる七月七日に吉しは試めしや優秀を配慮する、ことで事件を収めた。しかし、遠略寺山とは勝訴の勢いに乗り、八月十二日に、訴訟に同調しなかった。 御城寺を焼き討ちする事件が起こる。吉典は激怒し、自ら兵を率いて、御城寺の総兵と共に、比叡山を包囲した。これを見て12月12日に、遠逆寺川は降伏し、一旦は僕が成立した。影響6年、1434年7月、遠逆寺が鎌倉久保を、足利持氏と通謀し、吉典を図書しているとの噂が流れた。8月、 吉典はただちに、大見の守護である、京国持高、六角道綱に命じ、大見国内に多くあった、延略寺領を差し押さえさせ、比叡山一帯を包囲して、仏師の流入を妨げた。これに対し、8月23日及び10月4日に、延略寺は御腰を放じて従落したが、幕府の兵に撃退された。11月19日、吉はを派遣し、 26日には、軍病が、比叡山の門前町である坂本の民家に火をかけ、住民が山上へ避難する騒ぎとなった。12月6日に、延暦寺川が降伏を申し入れ、官僚細川持これら幕府宿老も斜面要請を行ったが、吉則はなかなか承諾しなかった。10日、持これら幕府宿老5名が、比叡山斜面がなされなければ、 自邸を焼いて本国に退去すると強硬な要請を再三言った。十二日、吉典はようやく折れて和睦が成立し、延暦寺代表の三門施設四人を越見した後に、軍を引いた。十八日には没収した事療を返付されている。しかし吉典は、本心では許しておらず、影響七年、千四百三十五年二月に、先の四人を刑に招いたが、彼らは吉則を疑って、 なかなか上落しなかった。しかし、官僚の生死が差し出されたため、4日に4人が出頭したところ、彼らは捕らえられて首をはねられた。これを聞いた、延暦寺の山和は激行し、5日に抗議のため根本中道に火をかけ、24人の山和が昇進実殺した。炎は京都からも見え、世情は騒然となった。吉典は、 比叡山について噂するものを残罪に処す触れを出した。その後、大和施設の公認には、新幕派の僧侶が新たに任命され、半年後には、根本中道の再建が開始された。鎌倉久保の足利持氏は、自分が僧石に入っていないことから、吉持坊都後には将軍に就任できると信じており、吉典を、元属将軍と呼び恨んでいた。 さきの年号問題は、持ち討の妥協で決着がついたものの、比叡さんの図書問題、それに、影響10年、1438年には、着死、足利義久の元服の際に、義則を無視しがってに名前を付けた、当時は、慣例として将軍から一時、意味なのにもじめ、通じの、気でない方を配慮していたことなどから、幕府との関係は、一触即発となっていた。 そんな時にたびたび、持ち封じを諌めていた関東官令、上杉の真が疎まれたことにより身の危険を感じて、両国の上野に逃亡し、持ち封じの討伐を受けるに至る。吉典は、後期と見ての真と結び、関東の初大名に、持ち封じ囲網を結成させ、持ち封じ討伐の直令を報じて朝敵に認定し、同十一年、千四百三十九年に関東討伐に至った。 影響の乱。持ち主は大敗して、低発、標準の姿勢を示した。しかし、吉則は、ノリの除名嘆願にもかかわらず、持ち主一族を殺害した。その後は、関東に、自己の勢力を広げていくために実施を、新しい鎌倉久保として下校させようとしたが、これは、上杉氏の反対にあって頓挫している。なお、八大将軍、吉政。 義しの三男の代になって、正友、とも、の次男が、幕府公認の鎌倉久保として、関東に送り込まれ、義しの計画が実行に移された形になったが、結局正友は、鎌倉入りを果たせぬまま伊豆堀越にとどまり、堀越久保と称されることとなった。鎌倉を平定した、義しであったが、永響12年、1440年3月に、逃亡していた、 持ちの維持の春を丸、安を丸兄弟が、結城氏共ともに担がれて、反乱を起こした結城合戦。吉典は隠居していたのりざねに討伐を命ずるも、関東諸省の頑強な反抗にあい、力攻めから兵糧攻めに切り替え、翌年の柿津元年、1441年4月には、鎮圧された。春王安王は経営の護送途中で切られた。また、影響の乱で、 おちし、はしおといった有力国人ともどもあと、南朝勢力を討伐した。これらの乱の鎮定の際には、朝廷から、おさむば臨時を受けて、相手を、朝敵にすることを行っており、これが戦国期における朝廷の権威復興の一因となったとする説もある。かき元年、1441年には、京都、大閣寺を蓄転して、 日向国に潜伏していた弟の義明を島津忠国に命じて打たせた。また義則はばし畠山市、山梨、京極市、東市市、今川氏など有力守護大名に対して、その家督継承に積極的に干渉することにより、将軍の支配力を強める政策を行った。また、意に反した守護大名、一式義津らと時持大は、 山和出陣中に中殺された。吉典の時代には、象徴の土一期や五南朝勢力の反乱など、室町幕府をめぐる政治、社会情勢が不穏であり、吉典は幕府権力の強化に一定の成果を上げた。影響九年、1437年頃から赤松、三助が将軍に撃たれるという噂が流れていた。影響十二年、 1440年、吉則は、三助の弟、赤松義政の所領を没収して、その一部を吉則が徴用する赤松氏分家の赤松、ただし村に与えた。柿津元年、1441年6月24日、三助の子の赤松和康は、鴨の子が多数歴史したことと、有機合戦を終えたいろうという名目に、吉則のおなりを称賛した。当時、 将軍が家臣の館に出向き祝縁を行うおなりは重要な政治儀式であった。吉則は大名役ゲラ側近を伴って赤松邸に出かけたが、猿学を干渉していた時、突如屋敷に馬が放たれ門が一斉に閉じられた音がした。吉則は何事であるかと叫ぶが、傍らに座していた吉則の義兄、正室、因子の兄、扇大木町三条実政。 大木町三条工事の父は、雷鳴でありましょうと答えた。その直後、障子が明け放たれ、甲冑を着た武者たちが、縁の座敷に乱入、赤松静一の武士、浅香幸秀が吉典の首をはねた。去年四八、8前十七歳坊つ。将軍の同行者の内山名博敷、京国高数は、吉典と共に殺害され、 大内持代がこの時の傷が元で翌月に死去、大木町三条実政らが負傷した。強権的であった将軍が殺害されたことで、指揮系統が混乱したため、京都市内、洛中ではそれ以上の混乱は生じず、三つ京甲府市は売ってを差し向けられることもなく、針間に帰国する。同年七月十一日、ようやく討伐軍が編成され、細川持つね、 山名もちとよ、総雲らに追悼されて、赤松氏は滅亡した。これを、かきの乱という。この結果、吉則によって復興された権力は、この後弱体化していくが、吉光の北山文化を支えた将軍の中央集権権力は、吉則の代に、再び確立されたことも事実である。また、吉則の設立した方公集制度は、将軍権力を支え、 応仁の乱を経て、明王の政変まで将軍権力を維持していくことになる。悪御所のあだ名で呼ばれた義則は苛烈な側面を有しており、些細なことで厳しい処断を行ったと言われる。主な例としては以下のようなことがある。他にも、献上された梅の枝が折れた、料理がまずいといった、些細な理由で庭師や料理人を罰したことが、 当時の記録に数多く記されている。永久六年、1434年6月、中山忠親は、日記、札会記において、吉典に処罰された人間を数え立てているが、苦行五59名、新官3名、僧侶11名、女房7名が処罰されたとしている。中には、日野西本子といった、昇降天皇の聖母や、皇族、関白なども含まれる。 佐伯一馬は、吉則の前統治機関では、この2倍に上る者が処罰されたとしている。なお、これらの数には、武家や庶民は含まれておらず、総数は相当数に上ると見られている。これらの自責は吉則が暴君で、恐怖政治を施行したことや、自虐性を有していたことを示す逸話として伝えられた。藤見宮貞久親王は、関門日記で、商人の残守について触れ、 万人恐怖、こと船れこと船れ影響七年二月八日上と書き残した。この万人恐怖を、吉則時代を象徴する一語と見ることも多い。1983年、昭和58年に放送された、テレビアニメ、漫画日本史では、過烈で横暴な吉則の姿が描写されており、襲撃され殺害された際、案内役の女性が吉則を人間として、 器が小さいと評している。また、登場シーンも原則前後と一期の時の応対、赤松の反旗による暗殺等に限られ、持ち主との対決など、生涯の大半の描写が描かれなかった。その一方で、吉典の政治家、統治者としての再評価も行われている。伊沢元彦は、逆説の日本史中で、比叡山制圧や大名統制など、吉典の宣弁を、 織田信長、が、徳川家康らが完成させた、九州平定、関東制圧など、吉光でもできなかったことを成し遂げ、最大領土を獲得したと評価している。絶対権力の確立による、国内安定、平和の達成を、ほぼ完成させたが、絶長期に暗殺されてしまい、室町幕府は、その後成果を無賛させてしまった、との見解を示している。赤石三人も、 二人の天魔王、信長の真実において、信長を評価しない一方で義典を、頼朝、秀吉、家康よりも上、武家史上未曾有の天才武将と評価している。短歌をたしなんでいたことでも知られ、親族古今和歌集二十八首が日集されている。義典は、小里を正直に、諸人周奏を含まざるように、小里ありたきことなりと、自ら語り、 訴訟に強い関心を持っていた。将軍就任後間もない頃、義満の頃から実態を持たなくなった、表情集や引き付かしら人を、再を消して、制度改革を行おうとしたが、これは実現しなかった。一方で祭壇にあたっては、行き将薬地引きといった審判による祭壇を行う、こともあった。これは、神の権威によって、重心薬下などの衆議を退け、 自らの独裁権力を確立するためであったとも、自らが真意によって室町殿になったという王権真珠意識によるものであったともされる。これらの祭壇は主に教会問題や朝廷関連に限られ、守護人事や軍事面では審判は行わなかった。影響を2年、1430年から2年間の間に、吉典自ら再挙した裁判記録は午前落ち、 記録として残されており、重要な資料となっている。法号は広志光印伝前、山道恵。墓所は京都市の十年寺、また、吉則の首塚とされるものが、大阪市の総善寺と、兵庫県加藤市の安国寺に存在する。没後、鎮魂用の肖像画が多く描かれたようである。知られている、現存作品は、以下の通り、日付イコール旧歴。 義信のぶ時代、義しのり時代、今日は、とも表記する。義しは、公家に対しても、積極的に、今日の一時を歌詞していたといえ、一条京坊、今出川京器、下十字の利秀、この絵のりも出破中の五人は、各家の歴代当主の中では初めて、足利将軍家からの返記の授与を受けた人物である。それまでは二条家だけが、将軍の一時を賜っていたが、 吉則以降は一条、下十字、この絵描く家も代々の官例として、将軍の一時を受けるようになる。今出川、菊亭家に関してはその官例は続かなかったが、後に、菊亭春末が十二代将軍、足利義春の一時を受けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。